ございます。こんばんは、こんにちは。木島明日香です。今日はですね、都内一方所にあるみんなでゲームができる秘密基地にやってきました。はい、入り口から映えております。めっちゃ映えてます。映えてる。わかるかな、このネオン。すごいおしゃれ。ネオンですね。こんな感じで。はい。ゲームセンター気分というか入り口からワクワクしますね。秘密基地感がすごいですけども。はい、じゃあ入り口こんな感じ。はい。はい。ちょっと早速行ってみたいと思います。おー、見て、すごい。こんな感じでパソコンが 1,2,3,4 5台並んでて、モニターもかける2あるんで、なんかみんなでここでゲームをしたりだとか、あとここのソファーでくつろいだりとか、あとはここにね、大きいモニターがあるんですけれども、で、まあみんなでこうゲームするじゃないですか。で、まあ、そのゲームのプレイ画面をこっちに映して、どういう試合だったのかとか、そういうものを勉強したりとか、あとまあ普通に映画とかもね、見られるのでみんなで見たりとか、そういうスペースになってるみたいです。これちなみにうちの椅子と一緒です。おお。あのミラーで、ワイスとかもちょっと白でね、揃えてて、結構ゲーミングルームって黒基調のお部屋が多いと思うんですけど、うん、白基調、飛鳥さんの部屋と似てますね。そうなんですよ、このネオンも。はい、かわいいですよね。かわいい。あとここにめっちゃレアポケモンがいます。キャバ、大きいしかも、かわいいかわいいですよね。ワンちゃんここでカビゴンと寝られますね。はい。ここに鏡があるので、まあ、こんな感じで鏡越しに写真撮ったりとかしてもめちゃくちゃ映えるんじゃないかなと思います。おー。ちょっとやってみますね。はい。はい。こんな感じ。こんな感じです。どうでしょうか。あ、こっちでもこっちでも全然いいんですけど。はい、これライティングもね、自由に変えられるらしいんですよ。ほら、赤とか、まあ、グリーンとか、ブルーとか。おお。個人的お気に入りはこのブルーなんですけど、これなんか飛鳥さん の, あのセーターと全く同じ色ちょ、意識してきました。私が寄せに来た今日ははい、こんな感じでちょっとまた雰囲気全然変わりますよ。すごい、なんか周りが統一されてるから光がすごい綺麗に反射するんですね。あと鏡の反射とかもすごい綺麗だから、うん、すごい映えな感じの空間になってますね。あ、明るくしたりとか白っぽくしたりとかもできるみたい。はい、てな感じでなんとテンションの上がる秘密基地になっております。これあの見てる皆さん気になってると思うんですけど、一般の方は来れないですよね。一般の方は来れないみたいなんですけれども、まあ、今日は招待していただいたので、ちょっと存分に楽しんで帰りたいなと思います。はい、おしゃれだわ。おしゃれでしょ、めっちゃ。これなんかゲーム友達呼んで、うん、ね、隣に座ってやるとかもめっちゃいいですし、ね、そう、やっぱ普段はみんなオンラインでゲームしてるからさ、オフラインでコミュニケーション取ることってなかなかないと思うんですけど、横に並んで、デバイスも全部揃ってるので、うん、はい、横に並んでゲームして、で、まあ、ちょっと疲れたらソファーとかでくつろいだり、まあ、お酒飲んだりね、お話ししたりとか、一緒に映画見たりとか、観戦したりとか、そういうことがここでできるみたいです。なるほど。で、なんかね、テラスもね、あるみたいなのね。で、テラスもあるみたいで、こんな感じで、階段の癖がね、ちょっと強いんですけれども、あの大丈夫ですか？おー、かわいい見てください。おーこんな感じでテラスにね、なってるみたいです。で、ちょっと、わかります？見てください、バーベキューのコンロって言うんですかね、バーベキューコンロって言うんですかね、グリルや。そう、グリルがあるんですよ。すごいすごいですよね。こんなおしゃれなゲームもできて、こんなバーベキューもできちゃって、
入り浸りですね。入り浸りたいですよ ね, ね私たちもまだ1回もね、あのそういうことしたことないんですけど、うん、普段のゲーム友達とかと集まってやりたいですね、うん、というわけで、まあ、こういう場所がねあるよということで、おーい、はい、あ、モニターオンモニター、そう、これがゲームでプロジェクターで、そう、あー、かなり解像度高い、遊び心満載ですね。それ 4K が映る、解像度がめちゃめちゃ高い。自分の YouTube すごいですね、2画質ベッドにいて、プロジェクターできプロジェクターじゃないですね、もうすごい、起きるのも超ギリギリなんです。ナイス。これやろうと思ったらここで Apex できるんですか。まあ、できます。できますよね、はい、逃げてこの階層だとでも本当になんか感染とかするのにめっちゃいいですよね。サッカーいいですね。ワールドカップいいじゃないですか。ワールドカップもいいですし、これしかもみんなで見れるからいいですよね。そうなんです。みんなでこう横に座って、これは無理、3人とかで来て、これを見ながら完成会社、これはここに見られる、あそここうやってやっとくのよかったよね。確かに確かに、そういう使い方もできるので、それはめっちゃいいですね。大パン生地の大画面で見られます。ありがとうございます。よくあるのが上でバーベキューして、ちょっとしてからみんなでここで、はいはい、OK ですね。エイペックスやったりとか、めっちゃいいですね。最高ですね。余ってる人はこっちで映画を見るとか、そうですよね。座り心地完璧です。なんかアスカさんの家もこんな感じなのかしらと思ったりとかして、あ、いや結構ね似てます、うん、すごいあの没入できる空間ですよね。下降りるのやばいって、それはマジで。ちょっと走れない走れない、無理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 、あ、いる、わー、こいつです。いやー、いいですね。でもこれ今一人だけどさ、横に友達がいるのめっちゃ楽しくないですかね。いやー、いいですね。めちゃくちゃおしゃれだし、すごくゲームの秘密基地感が強くてとても楽しかったです、はい、いつかね、ここでオフラインでゲームをみんなでする動画をね撮りたいなと思いますので、楽しみにしててください。それではこの動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。